皆さんこんにちは、ワナルリュウジです。今回はゴンバチヒーローシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンポス続きをプレイしていきたいと思います。前回はショッカーによって幼稚園児が人質にされていた事件を解決したんですが、ギリアムがその時に行方不明になってしまいました。まあ、ギリアムの行方は気になるんですが、まあ、さらにね、テローが起こっているということなので、次の街、ラサへ向かっていきたいと思います。早速、続きをプレイしていきましょう。本郷ですが、訓練が終わったということで、ギリアムの代わりに、この本郷が、どうやら加入してくれそうですね。では、ラサへと向かっていきましょう。ラサはね、逆襲のシャアの中で出てきましたよね。ここにはカミーユがいるな。カミーユはアンゼウスには入らずですね。逆襲の中ではヒフスルナの落下、これがあったと思うんですけど、まあ、その時の目標になっていたのが、当時の連邦軍本部があったラサだったと思います。そのラサに向かいましょう。これは怪っぽいな。しかも、軍服を着ていない、ジャーナリストモードの怪ですね。ショッカーと戦ってる間に、怪はジャーナリストへと、転身しましたね。フリーのジャーナリストか。まあ、ある意味お金に余裕がある、お金に困ってないんであれば、フリーのジャーナリストって誰でも名乗れると思うんで、なんか肩書きとしてはいいですね。ではラサへ向かいます。僕も完全なるサラリーマンではあるんですけど、名刺は何枚か持っててですね、カメラマン兼、ディレクターとかね、そういう肩書きの名刺も持ってたりはします。まずはちょっと街の探索をしていきましょう。ラサに来たのは初めてですからね。人の家にズカズカ入り込むっていうのは、RPG ゲームでは定番ですけどね。では探索していきまーす。はい。ティターンズの金髪のかっこいい人の名前知らない。ちょっとクールだぜ。他人を見下すような目つきをしている人。誰だろう。金髪か。エウーゴの金髪の人だったらもう間違いなく、クワトロタイだと思うんですけど。ティターンズの金髪。誰だろう、ちょっとパッと思い浮かばないな。ヤザンとかも、まあ、金髪といえば金髪ですけどね。ここにバスク大佐がいますね。これ絶対バスク大佐だと思います。全くこの程度の作戦で手間取るようでは、まだまだ訓練が足りんだ。お、アムロ大尉ではないか。確か君はゼウスとかいう怪しげな機関に入ったと聞いたが本当かな。ただお言葉ですが、ゼウスは決して怪しげな機関ではありません。まあ、バスクにこんな口答えしたら、もう折檻されるの確実ですけどね。ティタンズに入らないかと、勧誘を受けてますけどね。ここはティタンズの拠点になってますね。お!ここにはシロッコとジェリドがいるな。ちょっとじゃあジェリドから話しかけてみましょう。あんたがあのアムロ大会、トップエースだって話だが、ふっ、と言われてますね。ティターンズのジェリド、階級は注意。知ってると思うが、ティターンズは一般兵より一階級上の扱いをしている。まあ、つまり、大尉のアムロと同格ということですね。まあ、階級なんてティターンズは関係ないですよね。さあ、ここにはシロッコ。何か用かも。シロッコも作品によっては大尉だったり、大佐扱いだったり、どっちがね、正式なパラメーターというか設定になってるんでしょうね。
ジェリドとシロコ、それにバスクにもあったんですが、テロリストがどこにいるかちょっとわからないので、さらに探索続けたいと思います。はい。街の外に出てきました。これ、ダンジョンの音楽が流れてるな。ザクとグフが出てる。ここはこのままこのダンジョンを踏んでいきたいと思います。ガンダムに、できればね、シールドを持たせたかったんですが。進んできたところで、ティダーヌの作戦は始まっているようだ。なるほど。どっちが先にテロリストを排除するかっていう競争になりそうですね。宝箱を回収しつつ、進んでいきましょう。宝箱じゃない。排気ダクトだ。で、ライダー系が2人いますが、ブラックは攻撃力高いんですけど、1号の方のパラメーターというかね、そのキャラクターの、セッティングがどうなってるかっていうのは、この後戦闘の中で確認していきたいと思います。はい。新しい敵、ドムが出てきましたね。今まではザクやグフだったんですが、ガンダム系の敵キャラとしては初めてドムが出てきました。どうだろう、ドムは2回攻撃が入れば倒せる感じかな。まあ強敵という感じはしないですね。エルメスが出てきたな。初めて出てくる敵ですね。なんかどんどん強くなってきてる感じはする。まあ、ただ、数が少ないというのもあるし、所詮ザコキャラ扱いだとは思うので、確実に倒せそうですね。はい。では、探索続けまーす。ゲルググが現れたな。ゲルググが来るのは初めてだな。ちょっとめんどくさいので、必殺技で一気に蹴りつけていきましょう。攻撃力はそこそこあるな。ゲルググが4体揃うと、ダメージが結構食らっちゃいそうですね。ただ、問題はないな。必殺技を使えば確実に倒せる相手ですね。まあ、ここただダンジョンなので、ダンジョンといえばお決まりのボスキャラがいると思うので、ボスキャラに備えてこの後は必殺技は、ちょっとね、控えめに温存したいとは思います。ん？誰かいる？誰だ？ガイアか。黒い三面星のガイア。何？三連星になった。オルテガドム、ガイアドム、マッシュドムになってますね。ここはじゃあ回復を打ちつつ、三人同時に仕留める。まあそういう気概でいきましょう。ハイパーバズーカーが使えるようになってるんで、ちょっとこのハイパーバズーカーはね、せっかくなんで、技として使ってみましょう。すげえ。346、357。このあたりの火力はさすが3年生のドムだな。ハイパーバズーね。火力はやっぱり出るな。まあただこれ集中攻撃を受けると確実に死ぬダメージですね。ダメージ量的にはなので、もうひたすら必殺技を打っていきましょう。テクニカルポイントがつきたらノーマル攻撃に切り替えます。
まあ、しっかりとリライブ光線で回復しながら戦えば、今のところなんか危険な感じはしないですね。ただテクニカルポイントが早くもつきかけつつあるので、決着は早めにつけたいかな。そしたらもうほとんどの人がテクニカルポイントを使い切ったので、テクニカルポイントを使い切ったらオルテガから、まあ、つまり上からですね、攻撃して確実に最初の1体、そして次の1体と消していきます。ライダー1号はテクニカルポイントを結構持ってるな。なので必殺技を受ける回数が多いですね。オルテガどうした？数が減ってくれば数が減ってくるほど、まあ我々が有利ですからね。まあ、ただボスキャラにありがちなのが、数が減るとその分1体1体がパワーアップするとかっていうのでよくあることなので、そこは注意をしていきたいかなとは思います。敵の数も減ったので、セブンはリライブ光線じゃなくて攻撃に転じましょう。さあ最後マッシュになりましたね。このマッシュも攻撃して倒しておきます。はい、耐久が高かったですが最後マッシュを倒しました。経験値いっぱい取ってましたね。油断したとはいえ、こんなケツナーをガキどもにやられるとは。こちらの質問に答えてもらおう。お前たち、テロリストをまとめ上げようとしているのは一体誰だ？誰なんだろうな、黒幕は。ん？ジェリドが来た。ジェリドと三連星が絡むという夢の共演ですね。何？あんなところに逃げ道があるのか。さて、ジェリードといたこざしてますけど、気になるのがマップの上の方に、マップというか画面の上の方にあるあの手紙みたいなのが気になりますよね。あの手紙は回収できるのかな？回収しよう。なんだこれ？ ID カードか。US 通信の ID カード。私のスリットに入れてください。内容を読み取ります。このカードの持ち主は開始で、US 通信社と契約しているフリーの記者です。会か。US 通信なんだね。会が所属してるの。会がここに捕まっている可能性が高いということなので、じゃあちょっと探索を続けましょう。どっかに会がいるってことですからね。隠し扉を発見しましたね。この隠し扉から中に入って、どうだろう。何のか続きそうだな。敵キャラは変わらないですね。ザクレロ。まあ、回はついてますけど、
ートテールですね。貝がいました。これで貝を救出だな。ちょっとばかり深入りしすぎちまったということですね。これで貝の救出完了です。何の合流もなく貝は去っていきましたね。こっちにも部屋があるな。ここも人がいるようですね。このご恩は一生忘れません。何者なんだろう。諸星ダンさんでは。そう。そうなのです。敵の罠か。ウルトラアイが奪われた。ウルトラアイが奪われるとウルトラセブンに変身できないぞ。そう、ウルトラセブンになれない。そうなんですよね。そうなったらあなたは少し超能力が使えるただの人。いやでも超能力が使えるってすごいただの人だな。宇宙人だったか。ウルトラアイを取り戻したければアトゥミー氏までおいでなさい。ということですね。じゃあ次はこのアトゥミー氏に行くのが確定でしょうか。完全にダンの油断だな。ウィンダムを頼ろうということですね。では、ウルトラ大陸のアトミー島で行きましょう。この奥になんかあるのは何なんだろう。ちょっとここ辿っていきますか。なんかガス室みたいな。コンピューター室ですかね。コンピューターの端末を探ってみようと思ってますからね。まだ生きているコンピューター。このデータ修復できるか?ハローに聞いてます。データの一部を抜き取ることに成功しました。ということですね。で、本部に戻って、解析する必要があるということなので、奥の宝箱を回収して、本部に戻りましょうか。お、ウィンダムが入ってる。一応ウィンダムも必殺技一通り使えるな。ただウィンダムチョップ、ウィンダムビーム、このあたりはテクニカルポイントが1とか2とかなんで、どんな攻撃なのかこの後実際に目で見て確かめてみましょう。テクニカルポイント1だとね、なんか攻撃系の技じゃないのかもしれない。名前はそうか、一応攻撃っぽい名前ついてますけどね。チョップ、これは見てみたいな。ただエルメス、1体だけだと倒しちゃうかな。ウィンダムチョップを見ることなく経験は完了ですが、まあ、どっかでチャンスがあれば見ていきましょう。出てきたらカミーユがいますので話しかけてみましょう。君も来ていたのか。ちょっと遅かったみたいですが、テロリストは全て片付きましたかということですね。まあ、あらかた片付きました。残念ながらウルトラアイは奪われてしまいましたけどね。今度はアトミー氏まで行かなきゃならないということですね。ターンズだけはジャミトス巡章の直轄なため情報がプロテクトされていたと
ていうことなんだな。まあ先ほどティターンズの本部にバスクはいましたけど、総帥ジャミトフはいませんでしたよね。で、ここでカミーユと入れ替わりですね。カミーユはやっぱりマーク2なのかゼータガンダムなのか。ウェーブライダー、ん？違う、ゼータガンダムですね。楽しみだな。カミーユのゼータ、バルカンノーマルショット、ハイパーメガランチャー、メガバズーカランチャー、ピンポイントショット。いやー、これ全部必殺技使いたいですね。というところでキリがいいので、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、次回はウルトラアイを取り返しにアトミー市まで行きたいと思います。